本当にその負けということは非常に残念なんですけども、やはりその五郎丸さんがいた時代から、ラグビーの面白さをやっぱり日本全国民に伝えてくれたん で、今回もやっぱりアルゼンチンが強いのはもともと分かってましたけど、それに向かっていく日本のその勇気とか技術とか戦略っていうのもまた面白くて、それを上回るアルゼンチンのその巧みなその技術と戦略っていうことで、よりそのラグビーの面白さが分かったんで、五郎丸さんが最後言いましたけど、その4年後のやっぱり日本代表に期待して、その期待値が高まる試合でしたね。感動ありがとうございました。そうですよね、やっぱその、なんていうんですか、結構前半も1点差とか、そうなんですよ、結構、なんていうんですか、お尻が見えてるって言い方が果たしてちょっと正しいのかなと思ったんですけど、背中が見えたんだけど、そうですね、手が届かないんですよね。それがだからまたその日本代表の未来をみんなが応援して、またその応援の熱もさらに熱くしようじゃないかっていう気持ちになりましたね。ありがとうございます。はい、高田さんお願いします。はい、すべての試合見させていただいて、もうパワースクラムでのパワーとか負けてないなっていうふうに思いましたし、うん、今回その決勝リーグに登れなかったですけど、なんか最後まで夢は見させてもらった、勝てるっていうふうに思うぐらいの迫力と試合展開だったので、どの試合もずっと応援して楽しかったですし、うん、感動ありがとうございましたっていう気持ちです。4年後が楽しみですね。楽しみです。オーストラリアね、なんか時差もないですし、なんかもっとこの多分前回のワールドカップ、そして今回のワールドカップでどんどんラグビーの魅力虜になっている人も多くなっていると思いますし、その私もその一人なので、なんかこの4年の間でなんかラグビーってこんな面白いんだよっていうのをいろんな人に言いたいなっていうふうに思いました。次も楽しみです。はい、まあ、まずはやはりアルゼンチン代表のパフォーマンスに、まあ、敬意を表したいというふうに思いますし、まあ、日本代表も本当にこのフランスに渡るまで、我々も本当に不安しかなかった。そこをやはりここまでパフォーマンス持ってきたというのは、彼らはやっぱり世界一というものをしっかりと見て、トレーニングしてきたんだなというふうに思います。まあ、本当にこの紙一重の部分でこの点差でね、やっぱりこの決勝ラウンドに上がれなかったという結果はありますけども、まあ、彼らが歩んできたこの4年間というのは本当に素晴らしい4年間だったんじゃないかというふうに思います。またチームも入れ替わってこれから4年間、新たなチームとして出発しますけど、まあ、まずはしっかりと体を休めて、日本ラグビーにまた帰ってきてほしいなというふうに思います。ありがとうございます。では2問目なんですけれども、ちょっとこれは五郎丸さんにお伺いしたいんですけれども、その今回の試合でここが良かった選手、ここが良かったというか、まあ、1人選手をピックアップするならっていうお話と、あとはこのプレー、このプレーが4年後できていくようになれば日本が勝てるようになるっていう何かプレーあるかもしれません。まあ、誰かピックすることはもう無理ですね。まあ、やはりここまでみんなで23人ないし、まあ、33人のスコット、まあ、漏れたメンバーもいますけど、まあ、そういったメンバーがいて、まあ、今日の試合だと思いますが、まあ、この日本代表のラグビーのチームが素晴らしかったというところですね。で、まあ、4年後についてはまたヘッドコーチが変わったりだとか、まあ、戦術が変わりますので、まあ、この経験ですね、経験だけはしっかりと持って次のオーストラリア大会に向けて歩んでいきたいというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。それで他各社様、何かその質問等々ありますでしょうか。現役の代表でプレーされていた頃のチームと今年のチームを比較して違いというものを五郎丸さん、五郎丸さんどのように感じますか。まあ、1試合ごとにやはりこの戦略っていうのを変えていけるという強みはやはりあるなというふうに思います。まあ、本当にチリ戦、サモア戦、イングランド戦、そして今日のアルゼンチン戦、まあ、全てまあ戦術が違うという中で、まあ、よく選手たちがコミットして、やれてるなというふうに思います。日本代表がもう一つ上のステージに行くためにはどのようなことが必要だというか。まあ、日本代表の選手たちはもうこれ以上頑張れないと思います。もうそれぐらい頑張ってきたと思います。
なのでやはりこの仕組み作りというものを変えていかない限りは、選手たちがこうレベルが上がっていくというところが不可能だというふうに思います。最後なんですけれども、ちょっと一部報道では次期ヘッドコーチとしてエディ・ジョーンズさんの名前が上がっていると思うんですけど、五郎丸さんはエディ・ジョーンズさんよくご存知だと思うんですけど、それについてはどうでしょうか。まあ誰がなってもね、日本代表がやることというのは変わりないですし、まあエディさんになったらエディさんになると思いますし、まあそれは協会しか知りませんので、協会に来てください。スクラム、五郎丸さんに伺います。スクラムは十分に互角にやられていたような印象で見ておりました。しかしながらライナーとモール、あるいはタンクを使っていたところ、簡単にハンドボールを使って飛ばされたりというのがありました。日本とアルゼンチンの一番の違いは何でしょうか。何でしょうね。まあ、試合直後なんで何とも言えないですけど、まあ、その中でもやっぱりスクラムっていうのは、分かりの通り、やっぱり強化できないし、まあ、欠点があれば長所もありますし、まあ、その欠点だけ見るとやっぱりチームってあまり良くないです。まあ、その分やっぱりイングランドに対していいスクラム組めましたし、ボール止めれたりとか、トータル的に見たら素晴らしいチームだったんじゃないかなというふうに。相手の方が力が上だったということですか。まあ結果的にはそうですね。だから勝ってるわけです。はい、あ、すいません、五郎丸さんに伺いたいんですけど、先ほどおっしゃった仕組みっていうのは、まあ長い時間かかってしまうかもしれないですけど、短く言うならどういうところが一番思い浮かびますか。まあ、33人のうちの何人このワールドカップに出場できたかというところですね。まあ、アルゼンチンに関しては、前の週、前週のチリ戦ですかね、からメンバーを大きく変えてこれたというところで、まあ、そういったところ そのローテーションを組める33人を作っていくためにはどうしたらいいかというふうなことをしっかりと日本のラグビー界全体考えていかないと、なかなかやはりワールドカップで勝つことは厳しいでしょう。大村さんがヘッドコーチにみたいなお話だったりとか、やってみたいという気持ちはあったりするんですか。僕がですか。ないです。早いですね。すみません。